エーニュー・ハーボールよりバンドレークの図版。この本は英語で書かれた初の本草書である。ウィリアム・ターナーはイギリスの牧師、宗教改革者、医者、博物学者としても知られる。イタリアのフェラーラとボローニャの大学で薬学を学んだ。初期の植物学者、薬剤師の一人である。16世紀当時イギリスは、 植物学研究で大陸に遅れをとっていたが、その遅れをある程度取り戻すことに貢献した。鳥類学者でもあった。ターナーはイギリス人として初めて植物の科学的研究を行い、イギリス植物学の父と呼ばれている。動物学、植物学で有名なスイスの博物学者、コンラート・ゲスナーの友人である。ラベリアス・デリア・マバリア・ノーバス、1538。 タイトルページラベリアスデリアーバリアノーバスエイビアムプリースプラム1544-1508年頃にイングランドノーサンバーランドの群長所在地モーペスに生まれたケンブリッジ大学のペンブルックホールで学び1533年に学士号を取得しペンブルックホールの研究員会計係になったケンブリッジにいる間に研究所 ラベリアス・デリア・アバリアを含む7冊を表した。ターナーは、イギリスの未知の植物を調べるために、フィールドワークに多くの時間を費やし、その詳細を解説した。1540年から旅に出て、各地で説教し、それは逮捕されるまで続いた。釈放された後、薬学の勉強をしに、イタリアに向かった。1540年から1542年まで。 フェラーラ大学とボローニャ大学で学び、博士号を取得した。薬学の学位を取得した後、ドイツのエムデン伯爵の主治医になった。イングランドに戻って、イングランド国教会の牧師となり、サマセット公爵の主治医となった。サマセット公爵の意向で、教会の中でも昇進し、1550年に、ヨーク大聖堂のディーンになり、1551年から1553年まで、 ウェールズ大聖堂の主席司祭となり、ここに薬草園を作った。カトリックのメアリー一世がイングランド女王になると、牧師であるターナーは再び国外に逃れた。1553年から1558年までドイツのバイセンバーグで暮らし、医者として働いた。彼はこの時カルバン主義者になった。1558年にエリザベス一世が即位すると、 ターナーはイングランドに戻り、1560年から1564年まで、再び、ウェールズ大聖堂のディーンになった。彼は、イングランド国教会に、ドイツやスイスのカルバン主義をもたらそうとしたが、1564年には、イングランド国教会に従わないとして、職を解かれた。1568年の7月7日、ターナーは、ロンドンの自宅で亡くなり、 ストリート・オロブ・ハート・ストリートの教会に埋葬された。ターナーはそのキャリアの初期から博物学に興味を持ち、イギリスの植物と動物の信頼性の高いリストの作成にかかり、1538年にラベリアス・スデリ、アーバリアとして出版した。1554年には、エイビアム・プリース・プラム、クワラム・アパッド・プリニアム・イアレスタティラム・メンチオへ、ブレビス・イサキ・シンクタ・ヒストリアを出版したが、 これはアリストテレスとダイプリニュスが解説した主な鳥とその名前について論じるだけでなく、鳥類に関する豊富な、これは鳥類専門の研究書としては印刷された最初のものである。1545年にザレスキュイングオブザローミッシュフォックス1548年にザネームズオブエブを出版し、1551年には、 植物学者としての名声をもたらしたューハーボールを発表した。これは第1部にあたり1562年に第2部が1568年に第3部が出された。これらの膨大な研究はイギリスの植物を初めて系統的に調査したもので素晴らしい規範画の図版が添えられていたが図版は主に レオンハルトフックスのデヒストリア・スターピアムからコピーしたものである。フィールドワークに基づいた詳細な観察が添えられていて、全体的に見て初期の仕事よりずっとレベルの高い本装書だった。ハーブの用途と効能が解説されたが、当時薬の知識は医者が独占していたため、ターナーは序文でプロのための知識を一般に漏らしたことは非難に値するだろうと述べている。 また、ターナーは、エューハーボールで、各ハーブの性質を記載した。当時のヨーロッパの医学は、ギリシャアラビア医学がベースになっており、ハーブや食べ物を含め、すべてのものは、熱性、冷え性、慣性、湿性の4つの基本性質を持ち、その度合いはそれぞれ異なるとされていた。四大元素は、四つの基本性質のうち二つを持ち、相互に変換可能であるとされ、 火は、熱性、慣性。空気は、熱性、湿性。水は、冷え性、湿性。土は、冷え性、慣性の組み合わせであり、配合によって強弱があると考えられていた。エニューハーボールは、イギリスの主なハーブについて、英語で書かれた最初の本だった。第三部出版の際に、一部と二部も改訂され、エリザベス一世に捧げられた。 他の分野の著作については、例文による簡単なリストがある。歴史的バージョン現代版。ありがとうございます。